ルートヴィヒアドルフ・フォン・リュッツオウ、ルートヴィヒアドルフ・ビルヘルム・フォン・リュッツオウ男爵は、プロイセン王国の軍人である。彼は何よりも、その名を冠する義勇部隊、通称、黒の両兵によって著名となった。シェーネアイヒエの、リュッツオウハウス。1809年の負傷後、リュッツオウは療養のためここに滞在した。リュッツオウハウスの記念日ベルリンの旧英樹墓地にある、リュッツオウの墓。 リュッツオウは、メクレンブルクの貴族、リュッツオウ家の出身である。父は、プロイセンの少将、ヨハン・アドルフ・フォン・リュッツオで、母は、チャストロー家から嫁いだビルヘルミーネであった。リュッツォーは1795年、13歳にして、プロイセン軍に入隊し、軍歴を積み始める。同年、彼は、五長として、ポツダムの第六敵弾兵大隊に配属された。 そして1798年1月20日に順位となり、続いて1800年12月10日、勝位に昇進した。リュッツォンは熱心で優れた機種だったので、騎兵会の転属を要請する。こうして1804年12月31日、彼はライゼンシュタイン少将を率いる第7強行騎兵連隊の一員として、タンガーメンでの守備隊に配属された。 1806年10月14日、イエナ・アウエルシュタットの戦いの中で、同連隊は打ち破られ、負傷したリュッツオウを含む残存兵力は、マクデブルク要塞に退避する。後に、マクデブルクが降伏すると、彼は要塞を去った。そして、コペンハーゲンを経由し、コルベルクの包囲を突破して、フェルディナント・フォンシル少尉の指揮下に入った。そしてシルの義勇部隊における功績を認められ、 プールルメリット勲章を授かる。また、シルに託されたブランデンブルク第二フザール連隊に改めて配属され、司令部付の隊員及び中隊長に任じられた。後に何度も負傷し、リュッツォンの健康状態は除隊を申請するほど悪化する。8月31日、少佐に昇進すると同時に彼は除隊を認められた。リュッツォンは林務官の職に就こうとするが、 やがて断念する。彼は、シュタイン男爵の顧問で、王室裁判所の裁判長、ルートビヒフォン・フィンケを取り巻く、愛国主義者と連絡を取り、早くからナポレオン・ボナパルトの派遣にこする、戦いの準備に関わった。その中で、リッツォは1808年の秋、ビルヘルム・フォンデルンベルク大佐が、抵抗組織を作り上げていたカッセルに向かい、東フリースラントへも赴いて、 行動の準備を行った。それから1809年4月30日に弟、レオポルトフォン・リュッツオウと共にシル少佐の後軍に自発的に加わる。同年5月5日、ドーデンドルフの戦いの戦いで重傷を負うと、プロイセン軍の軍法会議にかけられた。リュッツオウがメクレンブルク人であり、プロイセンから見て外国人であったことと、すでに、 プロイセン軍から除隊していたことから、彼は裁判で無罪とされた。1810年3月20日、彼は、アーレフェルト博女エリーザ・ダ・ウィーディア・マルガレーテと結婚する。続いて1811年2月7日、プロイセン軍に復帰した。当初は、給食扱いを受け、1812年1月1日から、固定給を支給されるも実際の任務に就くことなく、勤務が続く。 グナイゼナウは国民的放棄の際、リュッツオウに東フリースラント及びベストファーレンの一部における指導を任せるつもりだったのである。この案はシャルンホルストによって具体化され、リュッツオウは1813年2月9日に国王フリードリヒビルヘルム3世に義勇部隊創設の許可を申請する。こうして設立された部隊は解放戦争の時に編成された。 ドイツ人義勇部隊の中でも最も有名なものとなった。このリュッツォー義勇部隊はほぼプロイセン国外から集まった3000名の志願兵によって構成され、主として敵軍の後輩で活動した。そして1813年の初夏、急戦が結ばれるとリッツォーは与えられた機関を友軍の戦線への移動に使い切る。同年7月、彼は義勇部隊の一部と共に、 ライプツヒキンコキッツェン付近で、フランス軍の騎兵から、警告なしに襲撃された。リュッツオウと、副官、テオドール・ケルナーは重傷を負い、必死に逃れた。1813年の末、個々の義勇部隊が、戦列不評に編入されるとリュッツオウは1814年、アルデンヌで戦う。1815年3月23日には、義勇部隊の残存兵力から2個の、 戦列不評連隊が編成された。不評は第25不評連隊に編入され、騎兵は第6ウーラン連隊に加わり、その指揮官に中佐となったリュウツオウが就任する。1815年の戦役で、リュウツオウは一個騎兵旅団を率い7月16日のリニーの戦いで負傷して、フランス軍の捕虜となる。この義勇部隊は、ハインリヒフォントライチュケによれば、 軍事的に大きな意味を持たなかったものの、ドイツ人のナポレオンに対する放棄を活性化させる上で注目すべき効果を発揮した。功績に報い、リッツオーは1815年10月3日に大佐に昇進し、ミュンスターの騎兵旅団の指揮官となった。1818 18年9月5日にトルガウの第13騎兵旅団の司令官に就任すると、1822年3月30日には、 少々に認じられた。エリーザフォン、アーレフェルトとは1824年に離婚している。その後の1829年4月10日、彼は1827年に没した、最も若い弟、ビルヘルムの家父、アウグスティユーベルと再婚した。ルッツォーは1830年、第六騎兵旅団の指揮を託されると1833年3月30日に、突如として対名になり、 それ以降、任務を得ることはなかった。彼の墓は、ベルリンの旧英寺墓地にある。リュッツォン断尺の没後150周年を記念して1984年に発行されたドイツ民主共和国のゴマルク記念硬貨。リュッツォンの軍服に用いられた色は、ドイツの国旗の配色に影響を与えた。テオドール・ケルナーが作詞し、 フランツ・シューベルトとカール・マリア・ホン・ベイバーが作曲した歌、リュッツォウのもうりは、国家人民軍において、軍学儀礼、グローサー・ザブフェンシュトライヒの構成曲となった。また、複数の艦船が、リュッツォウにちなんで命名されている。ドイツ帝国海軍の大型巡洋艦、リュッツォウ、また1939年に浸水した未成の、従巡洋艦、リュッツォウや1940年、 艦種変更を経て、従順洋艦に類別された、総甲艦ドイチラントは、リッツオウと解消された。ノルトドイチャーロイト社は、フェルトヘアレン級のドイツ帝国郵便機船を、リッツオウと名付けた。ミュンスターのハンドルフ地区のリッツオウ兵舎には、陸軍歌手館学校の B 共同集団が駐屯し、アーヘンのリッツオウ兵舎には、ガルビッツ兵舎。 ケルナ兵舎及びエシュバイラーのドンナーベルク兵舎と共同して陸軍陸上システム技術専門学校略して TSL、海 SHT が展開している。シュバーネベーデにも同盟の兵舎があり、即応部隊救護業務集団及び兵坦学校の一部の部隊が駐屯している。 さらに1980年から1990年まで国家人民軍の陸軍航空隊に属する攻撃ヘリ部隊の一つがリュッツォンの名を冠している。また第 37SS 義勇気兵士団は飛行式ながらリュッツォンを名誉上の名称とした。ベルリンイコールティアガルテンのリッツォン広場と並んでフィルステンフェルトブルックライプツヒ、ケムニッツ、ゾーリンゲン、コースフェルトミュンスター、 ハーゲン、ハルバーシュタット及びアウクスブルクに、リッツォンの名にちなむ通りがある。1932年には、小説家のルドルフ・ヘルツォークが、小説、ホリドー、リッツォー。で、リッツォーを題材とした。1894年のグロザー・ブロックハウス、W ・ヘーゲマンの著書、P179 より引用。ベルナー・ヘーゲマン、エンラーベット・ゲシヒテ。 ベルリン 1933P188 から194でトライチュケのプロイッシャジャバッチャーとヨハンフリードリヒゴットフリーとアイゼレンの記述を引用している。ありがとうございます。